私は日本私立学校の校長、日本私立協会の会長、並越徳次郎であります。現在日本で行われておりまする手技療法、手による療法は4つあります。あんま、マッサージ、カイロブラクチック、指圧の4種類であります。あんまは中国から日本へ渡来してまいりました。マッサージはヨーロッパから日本へ渡来してまいりました。カイロブラクチックはアメリカから日本へ渡ってまいりました。指圧は、この指圧だけは日本で発達しまして世界に広がって、今や世界で大いに活躍されております。この学校は、1940年昭和15年に設立されたものでありまして、もうすでに2万名の卒業生を出しております。日本全国はもちろんのこと、世界各地で活躍をいたしております。それではこれから、この学校の内部、治療の風景とか設備とか勉強風景、実技の指導ぶりなどをご紹介したいと思います。その前に指圧のスローガンをいたします。指圧のスローガンは、指圧の心、母心。これは指圧の思いやりの心です。押せば命の泉脈、これは指圧の科学であります。それではこれスローガンをいたしましょう。指圧の心、母心、押せば命の泉脈、はあ、はあ、はあ。指圧はですね、いつ頃からあったかとよく質問を受けるんですが、指圧というのはこう、もう人類が地球の上に生存し始めた頃から、指圧という名前はありませんが、体を押さえておった事実があるんですね。だから指圧を知らない人でも、頭が痛いというと頭へ手をやる、歯が痛いというと、もう幼稚園の子供でも、ママ歯が痛いって歯を押さえておりますね。腹が痛いとやはりこう腹へ手が行く、痛いところへ手を当てる、それで手当てという言葉がある。その手当てが遅れるから手遅れと言うんですね。だから手入れとか手当てとか、この体にはね、手入れをするということ、道具でもそうなんです。手入れをすると長持ちする。人間の体ってやっぱり手入れをすれば長持ちするんですね。その手入れの仕方、本能的なその手当てから、これを科学的に体系づけたのが現代行われている指圧療法なんです。並越徳次郎、明治38年四国に生まれる。少年の頃、リュウマチを患った母を看病したのがきっかけとなって、指圧の道を歩み始め、大正14年、室蘭で開業。そして、札幌すすきのに並越治療院の看板を掲げる。その後、指圧を天下に広めようと東京へ進出したのが昭和8年。青年並越徳次郎28歳の時である。さらに指圧修行を重ね、昭和28年長男徹と共に訪米し、カイロプラクティクスの設立者パーマー博士と出会う。並越徳次郎の強烈な個性、指圧治療の大きな効果、そして指圧司法制定を目指してのデモ行進など、数々の話題を巻きながら、昭和42年テレビのアフタヌーンショーで指圧教室を開設。指圧の心、母心が電波に乗って全国を駆け回る。
指圧師波越徳次郎、数多くの後継者を育て指圧一筋のその人生を称えて指圧名人位が贈られる。指圧の心、母心、波越指圧の真髄はこの思いやりの心である。その心を育んだものは父とそして母への愛であった。指圧を受けにここを訪れる人はまずサウナ室に案内される。新陳代謝を促して指圧の効果をより一層高める上で、また指圧を受ける心がけの上で大変ユニークな施設である。指圧道場、そんな雰囲気の治療室である。指圧の心がここには生きている。この指圧には2つの特徴がある。指圧は第一に人間が本来持っている自然治癒力を引き出す治療法であること、第二に指圧即診断、診断即治療、つまり押すことは同時に診断することであり、それがまた治療することなのである。今日もまた多くの人が指圧の治療を受けにここを訪れている。毎年春になると日本唯一の指圧師養成校、日本指圧学校は全国から新しい生徒を迎える。今年は日本指圧学校が指圧の専門校として発足してから23回目の入学式である。1に発心、2に実行、3に継続。波越校長が毎年新入生に強調する言葉である。発心とは指圧師になろうと決意を固めること、実行とは目的を達成するまで修行に打ち込むこと、そして継続とは途中で挫折することなく指圧道を極めること。この日、有名なテレビタレント桂小金治さんが入学式に駆けつけた。波越校長の人柄と指圧に惚れ込んだ小金治さん、ユニークな祝辞を新入生に送った。入学式を終えて新入生は早速授業に臨んでいた。維持法規、病理学、解剖学など医学全般にわたって講義を受ける。